転覆するセントイシュトバーン。セントイシュトバーンは、オーストリアハンガリー帝国海軍の戦艦、テゲトフ級戦艦の4番艦である。テゲトフ級の中で唯一ハンガリー側からの出資で建造され、中世ハンガリー王国の初代国王で聖人のイシュトバーン一世にちなんで命名された。シュセントイストファン、シュセントイストファーン等、ドイツ語風の読み方の表記をされる場合もある。 ダヌビウス社フィウメ造船所で建造され、1915年に収益。当時のフィウメには大型艦艇を建造する施設が存在しなかったため、選挙の整備から準備を開始したことから、巨額の費用を要しての建造であった。従前の三席と異なり、サーチライトが追加され、前方の煙突の周囲の甲板が、環境から後方の煙突の周囲に至るまで拡大され、 全部マストの通風等が改善されていた。また、艦と主機も他の同型艦と異なっており、推進軸も二軸であった。このほか同級四隻の中では、唯一水雷防御網を装備しないで巡航した艦でもあった。その艦歴の大半を母校ポーラ近海で行動したが、1918年6月10日、オトラント海峡封鎖を打破するために、 アドリア海へ進出した際、イタリア海軍のルイージ・リッツを少佐率いる魚雷艇部隊に捕捉され、魚雷艇マスマイナス15の雷撃により、右縁に魚雷一発をひかめなりし、ほどなく転覆沈没した。死者は89人に止まったが、これはオーストリア・ハンガリー海軍が水泳をすべての乗組員に教えていたことに加え、海峡が極めてないでいたことが功を奏したものである。 セントイシュトバーンは、バーラム、アリゾナと並び、沈没する姿を動画として撮影された3隻の戦艦の一つであり、動画は赤十字の資金調達活動に使用された。ありがとうございます。